はい、こんにちは。ゲーム実況をしております穂村と申します。今日もよろしくお願いします。はい、では今日はですね、新しく3周年に実装されております小さなキューベの固有スキルとマギアに追加されておりますバリアブルっていう効果について少しお話していこうかなと思います。このバリアブルの効果なんですけれども、お知らせの方にすでに書いてあるんですけれども、全属性に対して有利を測ることができると。いわゆる火、水、木、光、闇、無属性の6属性、現状出ている全てのキャラに対して攻撃力を上げて攻撃することができますよというものになっているんですけれども、ガチャ実装されてからもうそろそろ1週間ぐらい経ちますので、皆さんもガチャ引いて実際に使われて、かなり火力が上がっているなっていうふうに実感されている方多いかなと思うんですけれども、このバリアブルを使うことによってどれぐらいの効果があるか、どれぐらいパーセンテージが上がっているかっていうところまでは、把握している方は少ないのかなと思いましたので、一体このバリアブルを使うことによって何パーセント攻撃力が上がるかっていうところを今日は検証していこうかなと思います。今回は細かい計算は抜きにして、単純に私が検証した結果を皆さんの方にお見せしようかなと思いますので、かなりざっくりした数値になってしまうかもしれないんですけれども、一つの参考程度に見ていただければいいかなと思います。では早速検証の方行ってみたいと思います。では早速検証していきたいなと思うんですけれども、まずは自分のキューベの方の状況としてはメモリアは一切つけておりません。それと今回選ぶディスクなんですけれども AAC の順番で打ちたいと思います。その理由としてはですね、ブラストを打ってしまうと固有スキルの中にブラストダメージアップが入ってきてしまうので、バリアブルだけの効果を今回は見たいので AAC で打とうと思います。では早速 AAC で打ってみたいと思います。固有スキルなしの状態で打ったときは1発目の A が9900、2発目の A が9796、3発目の C が8851になりましたね。では固有スキルを使ったらどれぐらい火力が変わるか見ていきましょう。では先ほどと同様に AAC でいきたいと思います。固有スキルありの方のダメージ量なんですけれども、1発目の A が 14,308、 2発目の A が 14,711、 3発目の C が 14,344 となったんですけれども、先ほどの固有スキルなしと比べて、どれぐらい火力が上がっているかといいますとですね、1発目の A が約 1.45 倍、2発目の A が 1.5 倍、3発目の C が 1.62 倍になっているんですけれども、効果量に誤差が生じておりますよね。当然バリアブルの効果、ディスクを A を選んでも C を選んでも B を選んでも変動することはありません。なんですけれども誤差が生じている理由としては、紛れ子の計算上乱数というものが存在しておりますので、そちらの方の影響で誤差が生じております。先ほど言った通りディスクによる効果量の変動はありませんので、3つの効果量を足して割った際の数字がバリアブルの効果量になるんですけれども、その数字が 1.52 倍ですね。なんですけれども、たった1回のこの検証だとやはり説得力には欠けますよね。なので先ほどやった検証を含めてバリアブル使った時、バリアブル使わなかった時、10回ずつを比較してバリアブルの効果がどれぐらいになるかというところを今から皆さんに見ていただきたいなと思います。では10戦やった結果がこちらとなります。バリアブルあり、バリアブルなしの10戦の平均がこちらになります。それを計算した結果、約 1.5 倍という数字が出てきました。なのでこの 1.5 倍がバリアブルの効果量になります。バリアブルを発動しただけで 1.5 倍、いわゆる 50% アップするというのはかなり破格ですよね。今後他のキャラにもこういったバリアブル等の効果がつくのか、とても楽しみですね。では今日はこんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。